はい、ありがとう整体の平野です。ご視聴どうもありがとうございます。まあ、当院の場合ですね、例えば膝痛で来られてもですね、腰痛で来られても、違うところで、足首の問題で来られてもですね、まあ、とにかくこの肩周りをね、今緩めることを、一番こう、まあ、考えてやっています。まあ、もちろん、地に足がつくだとかですね、靭帯の問題、関節のね、ネジが緩んでいるものを締めるということ、これまあ重心の問題は、まあ、一番最初にもちろんやるんだけども、これはまあ1回目でですね、ほぼ、整ってしまうので、そこから先はですね、やはりこの、胸が開く状態、逆に言うと、皆さんこう腕の使いすぎ、肘の緊張からこう、肩を丸めて、そして内臓をこう下にこう下げている状態、そうすると、まあ、腰痛も起きやすいし、膝にね、こう変な方向の負担がかかってしまう。だから、この胸をとにかく広げるということをですね、重要視して、やっております。ですから膝痛できても、腰痛できてもですね、もちろん 肩こりは当たり前なんだけども、来ても、全てこの手の指、そして肘、肩周り、ここから緩めていくことをね、やっております。よろしくお願いいたします。